はいどうも、ゼロゼロチョンです。本日はですね、ディアドラさんの最新サッカーシューズバッチョ03 LT ターフの方のね、開封紹介をしていきたいと思います。それではね、早速開けていきたいと思います。ターフなんでね、僕そんな使う機会ないんですけどね。あ、でもいい、デザインいいね、シンプル。はい、こちらが最新のね、サッカーシューズバッチョ03 LT ターフ、ターフシューズですね。こちらになります。こちらのシューズは、まあ、前側にフルグレインレーザーを使っているターフシューズ、外用のソールですね、が使えているシューズになっておりまして、まあ、バッチョのサインとかが入っているものに仕上がっております。それではね、機能性の詳細も、簡単に見ていこうと思います。まず前足部にはね、フルグレインレーザーが採用されてます。かなりしなやかで、まあ厚みと適度な柔らかさが、まあ兼ね備えられている、そういったね、ターフモデルに仕上がっております。またつま先周りはね、剥がれ防止などで、採用されています、スエード調のね、素材が一面に採用されております。で、シューレースはね、センターに配置されてまして、シュータンは、バッチョ 03KMG40 と同じで、中にクッション材が結構入っております。で、アウトサイド中足部以降はもう人工皮革ですね。しっかりとしたサポート感を兼ね備えたものになっております。インサイド側も同様ですね。かかとに関しては、まあ、滑りにくい、人工皮革が採用されてまして、クッション材も適量入ってると、足当たりのいいものに仕上がっております。で、中インソールはちょっと貼り付けタイプですけど、この見えますかね、なんか接着剤ついてるの、はい、かかとのとこはちょっと接着されるような、そういったものになっております。ペラペラの基本的には普通のインソールですね。で、中側はまあフルレングスの、ボードが採用されてまして、アッパーライニングにはポリエステルですねが採用されてます。で、アウトソールがターフソールですね。 EVA クッションをこのように白い部分にね、採用しておりまして、クッション性を出しつつ、かつトレーニングシューズ、ターフシューズとして使えるようなゴム底のラバーソールとなっております。まあ、基本的にはね、ピボットがあるのでしけターンがしやすいだとか、まあ円柱のグリップベースなので、基本的にシンプル、マイルドなグリップ感を発揮するようなものには仕上がっております。まあ、ターンがしやすくて動きやすい、それでグリップもマイルドっていったのがこのソールの特徴ですね。まあ、このターフシューズ、ターフソール、やっぱりね、フットサルされる方とかは結構使われたりとか、あとは指導者の方とかね、まあ、クッションがね、ちょっと入ってるので、まあ、普通のトレーニングシューズを履かれるよりかは、少しね、立ってる時とか楽にはなるとは思うので、まあ、ディアドラが好きな、まあ、コーチ陣の方とか、まあ、あとはフットサラーの選手だとか、まあ、フットサルみんなで、まあ、軽くワイワイやるよとかいう方、あとはね、コサルに参加されてるような方ですね、ディアドラバッチョが好きな方にとってはね、非常に嬉しい一足が出たんではないでしょうか。以上で最新サッカーシューズバッチョ03 LT ターフの紹介は以上となります。まあ、ある程度のクッション性もまあ兼ね備えられていて、前側フルグレインレザーの、柔らかなタッチ感、足なじみが期待できる一足ですね。ディアドラバッチョが好きな、方ですね、ディアドラのシューズだったりバッチョが好きな方にとっては非常に嬉しいシューズが出たのではないでしょうか。まあ、またトレーニングシューズなんでね、部活生のトレーニングにも使えますし、まあ、この辺はかなりね、汎用性が高く、かつ足なじみがいいフルグレインレザーが使われているターフシューズってそんなに多くはないので、これはね、ちょっと、気になるシューズなのかなっていうふうには感じております。まあ、あとはね、僕自身ターフシューズってそんなに使う機会ないんですけども、まあ、ちょっとしっかりと、まあ、トレーニングだったりレビューをしっかりとしていくためにトレーニングなどで使っていきますので、まあ、まあレビューの方は後日またブログだったり動画の方で上げていきたいと思います。それでは、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回。